皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズベイくんです。マリオメーカー実況やっていきます。よろしくお願いします。ではまず一発目、こちらのコース、ママルイージさん、レスキューヨッシーね。ヨッシーといえばほんとマリオに何回も何回も殺されまくってるんで、助けてあげましょう。たまにはね。さあ行くぞ。ヨッシーがいるんかい？ここにはいないよね。まあ助けろって言ってるぐらいから、いきなりヨッシーおったらそれでもう左行ってゴールやんな。まあ乗って上に行ったらいいんかな。いきなりちょっと難易度高いけど、よし、オッケー。楽しそうじゃないかい。と、なんと、まあいきなり洞窟に、うわー来てしまったが、私はどうすればいい？あ、オッケーオッケー。これは、あ、上に、うん、乗すね。大丈夫です、大丈夫です。落ち着いて。ピンコーン。いいねー。あれ？あ、そっかそっか。ここにブロックがないと入れへんのか、ここに。で、なんか1マス落とされてからの。うん、うん、うん。おー、楽しそうやぞ。ひどい、ひどいプレイを見たってやつやな。オッケー、フラワーはありがたい。この左なんなん？よーし、なんかあるぞ。ヨッシーちゃう、これ。これヨッシー救出して、もう左行ってゴールしようぜ。どこ行った俺？俺どこ行った？オッケー。いちゃー。優しさしかない。このコースは優しさでできているね。で、右行って、うん、単純に右に行きましょうか。ほらって殺しといて、これはあいつ嫌いやから倒そう。おお、すごいすごい。あの、スパナすらも無効にできるんや。このキノコは何のためにあんのかわからんねんけど。お、左上に行けって言ってるね。で、バネがそこにあって、お？これ謎？これ謎解き来たんちゃう？もしかしたら。あ、ヨッシーないと無理なんちゃうのこれ。わかったわかった。下や、下や。そうやね。多分下に行って、ヨッシー助けてから、バネが普通にありました。バネ普通にありましたね。これ持っていきましょう。オッケーオッケー。な、ヨッシージャンプであっこ行くんやと思った。よいしょ、オッケー。んーで、ここに、こうして、あ、いけるこれ。あ、いけたいけた。よーし、オッケー。いや、楽しいね。ちょっと、そう、なんでいきなり急にお化け屋敷なんのかすごい謎なんやけど。ああ、ここでちょっとミニゲーム入れてくるんで。そうそう、この人ね、ミニゲームハウスっていうね、すげえ面白いコース作ってた人なんで、ミニゲームにかけては私に任せろみたいな、そういう感じなんでしょう。オッケー。ママルイージさんね、さささささって入っていく。おー、ほう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 。はいはい。あ、お前嫌いやからお前殺しておく。オッケー。あーって言って謎の。お、右に行くんやな、多分後で。で、この謎のキノコはほっといて、お前か、あー、これなんか出てくる。危ねえ。オッケー、わかりました、ちょっとお前邪魔やからどっか行っといて、急いでいきましょう。ほら、いや、待って、下手にも程があって、ちょっと引くレベルやってんけど、もう一回行きましょう。多分焦らんでいいわ。ここに投げたりたらいい。オッケー。そしたら、ベルトコンベアがあるんで、右に行ってくれ。マジか。よいしょ。で、これを掘る。いけるね。大丈夫。オッケー。さあ、ここ緊張感持っていくぞ。オッケーオッケー。これで死ぬって相当やな、それにしても。あ、これは立体的なやつかな。あぶねえ、今の危ねえ。多分、でも、順番的に、こいつやな。こいつ踏んで、痛いってなって、もう一回諦めずに、よし、オッケー。で、あ、これキノコやね。優しいよね。ほら、キノコくれて、右上に行けばいいから、バネかなんか出てくる。ノコノコさんか。あ、なるほど。オッケー。あれに当てんのかな。いや、違うね。それやったらクリボンでいいもんな。とりあえずクリボン投げてみよっか。よいしょ。すると、おお、ツタが出てきた。全然、あの、何やったっけ、キノコちゃうわ。ノコノコ関係なしやった。ここ行くんめっちゃ難しい。え、もしかして行けへんかもしれん、これ。待てよ。オッケー。全然行けた。俺がなんか悲観的になってただけやった。申し訳ない、みんな。あ、これミニゲーム来たんちゃう。おお、びっくりした。キノコくれんね、優しいな。その間を抜ける？いや、違うよね。あ、パワーあるやん。パワー使う？ああ、ダメっぽい。ダメっぽいね、これ。待てよ。こうすると、全滅さすことによって、どうなった？違うね。多分これでやり直し効くよね。これやり直し効くのめっちゃありがたいわ、マジで。これでとりあえず一回運んでみる？じゃあ。これって。あ、死ぬか。そこに、何かを持ってかないといけないよね。多分あの青いところに、ん？でも、あ、わかった。多分上にいるときは、大丈夫なんや。オッケー。そうそう、花ちゃんが上にいるときは大丈夫。で、これで、
左行ってくれんのかな、そのうち。待てよ、落ち着け。オッケー。オッケー。いける。あ、俺が行くんや。俺が行くんや。花ちゃんが行ってくれんのかと思ったけど、俺が、こうやって行くんや。よし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 、オッケーオッケー。ただ、花ちゃんが切れてるから、こっから本番ですわ。こっから本番みたいなとこあんねんけど、これでこうして、いや、すげえな、面白いな。で、いやー、花ちゃん怒ってるだけ、お疲れさ、あー。何もなかった。何も君たちは見ていないよ。さあ、行くぞ、次に。危ね危ね危ね、危なかった、今。これ多分ね、そう、優しいからね。フラワーとかくれんねんな。いや、面白いな、このコース。で、ワンワンめっちゃぶら下がってるな。広っ。危ね。おー、なるほど。お前が出てきて、入れへん。いや、広いね。何したらいいんやろ、これ。よし、とりあえずこいつは鬱陶しいから倒しといて、待てよ。とりあえず上の段から見ていこう。オッケー。あ、怖い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 。で、オッケー。コインが2つ。コインが2つありまして。おー、土管入っとく？とりあえず。おっしゃ、ラッキー。羽！羽使うんか？あ、土管入れた。土管入ることによって。おー、とりあえずボス戦来たぞ。なんか知らんけど。なんか知らんけど、大丈夫やったらしいぞ。待って待って待って。いやー、まったりいな。あれ無理やろ？あれ無理やろ？で、パウがあって。よし、よし、助けよ。あれが囚われてるヨッシーなのか。あ、ヨッシー、助ける。お前を助けに来たぞ。ヨッシー、待たせたな、お前。わーい。で、これで食って、多分左になんかしたらいいんかな。待てよ、待てよ。つけ。まあ、まあ、ヨッシー、そこにおれ。そこにおれ。オッケー。これを食って、それ食って、あ、わかったわかった。で、これを、ちょ、ヨッシーで踏んで、オッケー。で、これで左行ける。イェーイ。これはクリアじゃないか。ヨッシー、待たしたな。俺はお前がずっとね、大好きだったから助けに来たんやぞ。なぁ。よし。もう捨てたりせんからね、二度と。しかも曲これですわ。あ、これ多分ね、ゴールへの道を示してくれてるんじゃないか。やったぜー。じゃあ、よし。ありがとうなー。バイバーイ。ありがとうなー。バイバーイ。続いてこちら、面白そうなコースです。バジービートルバレットバリア B4 ですね。頭文字が全部 B。 これはおそらく狙ってたんでしょう。やりますね、このイタリア人名。イタリアで合ってる、あれ。間違ってたらツッコミを入れてくれ。さあ、行くぞ。うわ、右ひどくね、あれ。オッケーオッケー。うお、すごい、バリアだよ、まさに。この発想天才やんけ、ただの。さて、ってことは多分急げば、多分ね、バリアしてくれるはず。守ってくれ、俺を。イエーイ、全然守ってくれへんかったけど、まあ、よしでしょう。で、はい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 。オッケー、わかった。こうやろ、こうやろ。で、次は、すげえ。これ、なんでこんな考え、できたん？こうやろ。んで、とりあえず4バリアを貼っとけば、なんとかなるんじゃないかっていう、そういう考えの、あっ！よいしょ。さて、これで遅、あ、ちゃちゃ、上一番関係ないわ。一番上関係ないから、これでいったらいいんかな？で、こいつはちょっと捨てといて、さあ、どんなバリア具合か見ようか。どうよ。完璧。完全なるバリア、完成。いや、すごいね。で、あいつがバリアとなってくれるんで、頑張れ、お前の肉片だ。オッケー。いいね、いいね。あいつあんまり役立ってないよね、でも最後の右のやつな。お、中間くれてチビになるやつ。これ最近の流行りですね。おい、これどうすんだよ、みたいな感じやけど。え？あ、わかった。多分、こうするやんか。そしたら、ここ守ってくれんねや。あ、違う。落ちたらあかんわ。いや、考えは合ってるよね。多分、これで、あ、次ここ行こう、次ここ。うんうん、ここ守ってくれるから、待って、次ここ守ってくれる。あ、違う、次ここ。よし。すごいわ。ほんまにすごい。あ、待て。この土管何？これ入れる？入れた！あ、やっちゃったかもしれん。あれ？戻ってきただけか。オッケーオッケー。多分戻ってきただけやんね。よしよし。オッケーオッケー。大丈夫。オーケー、帰ってきた。え、もしかしてこれ2個やっとか、あ、大丈夫。ここで、こいつの上やったら大丈夫。何この発想。おもろいね。あ、これ急がなかん。多分急がなかん、これ。イエース。イエー、あ、急がんでいいわ。多分こいつらとタイミング合わせばいけんねや。これね、バリア、上下バリア、完璧ですわ。危なかった。今まで食らったらすげえ恥ずかしかったけど。さあ行くぞ。ほんほんほん、あー、これここね、ここね。ナイスバリアー。面白い。で、あ、これ上からか。よし、頑張れ。お前が俺を守るんだ。いいぞ。で、これはどうしたらいい。これ、え、これ食らうよね。え、さ
さあ、完全メットバリアを上に携えてからの、ここを登って、で、ツタやね。あのツタんとこに急いでいかなあかんかったんや。え、待て。こうか。オッケー。よし。完全ツタバリア。完成のお知らせでございます。で、これで飛んだらいけるかな？よし！ありがとう。メット、ありがとう。お前、うわ、優しい、このゲーム、マジで。で、音なくなったぞ。これ多分走ってったらいいんちゃうか？走るぞ。違うな。なるほど。やはりこいつや。やはり俺にはこいつが必要ない。滑稽やな、この絵マジで。やばい。ネット、お前は俺のために働くんだ。よし、いいぞ。お前の防御力ほんま最強やな。やばいぞ。こうやって。うん。これ絶対に、やばい！メットバリア！俺のメットバリア頑張れ！うわーい、よし。メットバリアこっちに行こんかな。なんか磁石とかなんかそんなんで。これはね、次右に行くから、うわ、いや、めっちゃ早いな。で、次右、めっちゃ早いからね、次の右はマジで。うひょー、オッケー。で、次の右は相当遅い。で、次の右は早い。おっしゃ、ゴールじゃーい！これ面白かった、マジで。メットって、実はめっちゃええやつやったってことに、私ね、初めて気づかせていただきました。続いてこちら、パウが来たら右、P が来たら左を押そう。ハードは下のドアへ。オッケー。これは反射神経ゲーでございましょう。パウが右ね。上から降ってくるやん、多分ね。パウが来たら右。全然わからん。ドゥドゥって言ってる。ほう。多分これ死んだってことやね。もう一回悔しい。パウが来たら右。パウが来たら右。え、P 左。こうね。パウが来たら右。こうってことやね。多分これで合ってるよね。違う？こうか。押して、パウ右。パウ右ってことだけしっかりと頭に入れる。パウ右。オッケー。どうなん？おー、これで？イエーイ！あ、これ、そこ食らうやつ初めてちゃうか。さて、中間突破。で、下の扉がハードって言ってたよね。行ってみましょうか、ハード。あー、ちっちゃくなる。こうか。いや、逆や。逆やった。ごめん。パウ右。え？ダメやったん？くっそ悔しい。パウ右。画面が見えない。ほ。いった！よし。これおもろい。で、すぐ右に行かんといけない。めっちゃワンナップくれたよな。夢の世界。理想郷がここにはあったぞってやつですわ。やったぜー。え？いけるよね。ここからいけるね。よし。あ、なるほど。もう一個のコースは右上から来るのかな。やったー。ハードクリアした。これ面白かったね。というわけで次のコース行きます。ありがとうございます。続いてこちら、最新のバグ祭り2016開催中、リアキノ頑張りまーす。かわいいな、この顔見て。どうやったらそんな顔になったんやろ。すごいね。さあ、バグといえば面白いですよね、このバグのやつマジで。はい。ここ登っていく。これどういうバグやったんやろ。ごめん、全然わからへん。おー、ここに入ったらよかったんか。これはバグと言えるのかよくわからんけど、まあ上に行きましょうか。そして、まあこれ出しますよね。おー、キノコありがたい。んー、これは要するにこれでいったらいいんかな。はっはは、嘘やろ。なんでスリーンって言ってる。見て、スリーン。特に、左の時ちょっとしょうもないけど、右の時のマリオのこのええ感じな手具合。いいね。なんであんなんだろう。おー、いけるやん、ここ。で、入れる。イェーイ。あの、右に行ってる時のマリオすげえ、あ、取れへんのか。え、なにこれ。おー。取れへんのかな、結局。なんか、引き寄せられるがごとく。キノコ寄ってくるし、なんか右上の炎めっちゃ怖いし。太陽か、あれ。ヨッシー。ヨッシーってなんかほんとかわいそうやね。労働強いられてる感めっちゃあるよな、このヨッシー。おぉ、すげえ。押されてる。そんなんあんねや。え、これ死ぬんじゃないの、さすがに。行ってみよう。死なない。すげえ。なんで。あ、これ俺死ぬわ、多分。さすがに死んだ、これ。ひゃっ怖い。あの押され具合めっちゃ怖いよね。でね、これ、ツタ登らずに、歩いていくと、いけます。あ、いけた。怖かった、今。
よし、労働強いられてんな、あれ。どうする？で？オッケーオッケーオッケー。これは？ほんほんほん。なに、わからんわからんわからん。死ぬやん。なんで意地悪したの、最後に。さあ、わからへんねんけど、ここ本気で。ここが本気でわからないぞ。ここでなんかするわけじゃないんかな。ほっ、ほっ。違う。あ、ドッスン！なるほど！ドッスンしたらよかったんか。めっちゃ悩んでました、ここね。正直に話したらめちゃ、え？どこ行った？どっか行ってもてんけど。というわけで今回こんな感じで終了です。ご視聴、リアルキノコさんの顔すごいことになってんねんけど、今回こんな感じで終了です。チャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。バイバーイ。